アレッサンドロザナルディ、アレッサンドロレオーネザナルディ、アレッサンドロレオーネゼノルディ、1966年10月23日対、写真は、イタリアボローニャ出身のレーシングドライバー、ハンドサイクル選手。通称として、特にアメリカでは、アレックスザナルディ、アレックスゼノルディとも、1991年から1994年と1999年に、 会一ドライバーとして活動したほか、カートで二度シリーズチャンピオンに輝いた。また2012年のロンドンパラリンピックのハンドサイクルタイムトライアル、ハンドサイクルロードレースで金メダルを獲得した。カートレースからキャリアを始め、1988年よりイタリア会3に参戦。1991年には国際会3戦へステップアップを果たし、 十戦で2勝2位4回を記録し、チャンピオン争いを展開。注目を浴びることとなった。1991年第14戦スペイン GP にて、ジョーダンから、第一デビューし、最終戦オーストラリア GP までの参戦をドライブ。チームへの参加は、第13戦ポルトガル GP を迎える前に、決定していたが、日程が折り合わず、スペイン GP が、 デビュー戦になったという経緯がある。この年のジョーダンは、中盤からの連続入賞や、第11戦ベルギー GP における、アンドレア・デ・チェザリスの一時に移送校など、新鋭チームながら、活躍を見せ注目を浴びていた。しかしザ・ナルディが参戦した時点では、すでに勢いをかいており、入賞を記録することはできなかった。9位2回、リタイア1回。 翌1992年はティレルからエントリーされていたが、開幕直前で資金を持ち込んだでチェザリスにシートを奪われたため、ベネトンのテストドライバーとして活動した。中盤には、クラッシュで負傷したクリスチャン・フィッティバルディの代役として、第9戦イギリス GP から第11戦ハンガリー GP の3戦にミナルディから3戦。しかし、うち2戦は予選不通か。 唯一決勝に進出した第10戦ドイツ GP もリタイアに終わる。1993年からはロータスのレギュラードライバーとして参戦。第2戦ブラジル GP で6位に入り最初で最後の入賞を記録している。その後も時折上位に顔を出す一方で、第4戦3割の GP では炎を上げたまま、第5戦スペイン GP では白煙を上げたままの、 走行を続けるなど、物議を醸す場面も見られた。中盤以降はリタイアが続き、第12戦ベルギー GP のフリー走行において、オールージュで大クラッシュを起こし負傷。シーズン途中で戦線離脱する。当初はテストドライバーとしてロータスと契約。しかし前年よりザナルデに代わってステアリングを握っていたペドロ・ラミーが、 テスト中のクラッシュで重傷を負ったため、第5戦スペイン GP より正規ドライバーに繰り上がることとなった。しかしマシンの性能に悩まされ、最高位はスペイン GP での9位と入賞することはできなかった。結局、この年限りで、第1のシートを喪失。ザナルデが乗っていたロータスは信頼性が悪く、また戦闘力の低いマシンの限界をさらに引き出そうと、 するようなアグレッシブな走りはクラッシュと紙一重で、結果としてコワシアの異名も取っていた。活躍の場をアメリカ大陸に求め、1996年からチップガナッシュよりカートシリーズに参戦、トップ争いを繰り広げる。参戦初年度より 6PP 3勝を記録し、ランキング3位を獲得。特に最終戦ラグナセカの ファイナルラップで見せた前代未聞のショートカットオーバーテイクは注目を浴びた。この頃ザナルディに目をつけたのが北米進出を目論むバリラだった。自らもレーシングドライバーだったパオロ・バリラを役員に持つこのイタリアのパスタメーカーがザナルディのパーソナスポンサーにつくことになり彼のヘルメットとキャップにバリラのロゴが入るようになった2012年現在も スポンサーを続けている。その後1997年には5勝、1998年には7勝を上げ、圧倒的な強さで2年連続チャンピオン獲得。アクシデントで大きく出遅れても特殊なピット戦略を使うこともなく、コース上で挽回しやすさり優勝してしまう強さは専門誌をして意味不明と評された。また、勝利した時にメインスタンド前で見せる。 ドーナツターンは名物となった。カートでの活躍が評価され、1999年にはウィリアムズと2年契約を結び、5年ぶりに、会1にカムバック。トップチームからの参戦で期待されたが、シーズンが始まると予選で2桁グリッドに沈むこと多く、決勝でもポイント圏外を走行した後、気がつけばストップしているパターンが目立った。 第9戦オーストリア GP では、給油の週を間違えて、ピットインし、そこね、そのまま、ガスケで、リタイアというミスも犯している。それでも、母国である、第13戦イタリア GP では、予選で自身ベストとなる4位グリッドを獲得し、決勝でもスタートを決め一時2位を走行。しかしペースが上がらずに後退して行き、最終的には入賞圏外の7位に終わった。 結局この年は、これがハイライトとなり、一度も入賞できずに終わった。リタイアも16戦中10度を記録し、チームと合意の下で契約を解除した。ラストレースとなった最終戦日本 GP では、電気系トラブルで一周も消化できなかった。ウィリアムズはちょうど低迷期でもあったが、11度の入賞、うち3度の表彰台を記録した同僚、ラルフ・シューマッハとは、 対照的な結果しか残せなかった。この時期急激にハイテク化とトータルパッケージ化が進んだ、回一に全く馴染めなかったためとされている。特にグルーブドタイヤとカーボンブレーキのフィーリングに苦しみ、後半ではカートでも使われるスチールブレーキに変更したが、重量型となり、マシンバランスが悪化するという悪循環を引き起こしていた。1年間の休養を挟み、 2001年に再び、カートに参戦したが、かつての栄光とは、かけ離れた結果が続いていた。だが9月15日、ドイツラウジッツリンクで行われた第16戦においては、序盤からトップを走行。久々の優勝が目前となっていた。しかし残りも16周となった際、ピットアウト直後のピットロード出口でスピンし、コースに飛び出した。 ザナルディは立て直しを図るもマシンが左を向いた瞬間、モノコック側面に、後続のアレックス・タグリアーニのマシンが、時速約200マイル、時速約320キロで突っ込み2台は大破。特にザナルディのマシンの損傷は激しく、モノコック全部が完全に失われた。この事故で脚部に大きな損傷を受け、ザナルディは両足を膝上で切断された。 出血多量によりザナルディは生命の危険にさらされたが最終的に一命を取り留めた。両足切断という状態となってもレースに対する情熱は衰えず現役を続行することとなった。事故から20ヶ月後の2003年5月11日には事故のあったラウジッツリンクで特別仕様のマシンに乗り込み前年のレースの残り周回を走り切った。周囲からは無理することなく 走り切れと言われたが、本番になると、実際のレースさながらの速さを披露。当時の5位に相当するタイムを叩き出した。2003年からは、レース界に、本格復帰、ツーリングカー選手権で活躍。2005年シーズンからは、フィットックに、BMW から参戦。2005年8月の WTCC 第7ラウンドレースに、第14戦において優勝。また、 2006年7月2日の第5ラウンドレースに第10戦ではクラッシュ続発をアれのレースの中3位に入賞を果たす。そんなザナルデに対し2005年には第6回ローレウススポーツ賞カムバック賞が贈られた。2006年11月25日スペインバレンシアサーキットにて義足で回1マシン BMW ザウバーに乗り込み12周走行。 2009年限りで WTCC を引退数年前から並行して取り組んでいたハンドサイクルに2012年のロンドンパラリンピック出場とメダル獲得を目指して本格的に転向した2007年にはすでにニューヨークシティマラソンで4位に入っているが2009年の9月にはローマで行われたパラサイクル世界選手権のロードに出場 ハンドサイクルのタイムトライアル部門で優勝し、オズ・サンチェス、北京パラリンピック同種目金メダリストにわずか4.5秒差の15位と、検討を見せた。2010年3月21日には、ローママラソンのハンドサイクリング部門で優勝を飾っている。2012年3月14日、同年開催のロンドンパラリンピックイタリア代表に選ばれ、かつて、 カーレースで走ったことのあるブランズハッチサーキットで行われた 16km の H4 ハンドサイクルタイムトライアルハンドサイクルロードレースの西目で金メダルハンドサイクルチームリレーで銀メダルを獲得した2016年9月14日リオデジャネーロパラリンピックの H5 タイムトライアルで金メダルを獲得した楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。